どうしたの？おい、来年さ、バックしたいなってアカウントで、コールウィンターはよ、動画あげるみてえだけどよ、なんか、ワクワクするな。あ、そうだな。そういえば、そんなこと言ってたな。どうも皆さん、こんばんは。お前、誰だよ？俺はね、ドッペルゲンガーっつって、もう一人の奴の分身だよ。なんだよ、それ、お前。ふざけたこと言ってんじゃねえよ、お前。秋から冬にかけてよ、もう寒くなってきたからって、ドッペルゲンガーなんてふざけたこと言ってんじゃねえよ。まあ確かに世界に同じ人間が3人いるって言うけどな。でもドッペルゲンガーにさ、昔の自分に会いに行くってのもありなんじゃね？そうだな、お二人さん、ちょっと気が抜けてないっすけ。俺は来年、いや、奴は来年おそらくお泣きはもうしないですぜ。奴は他のことをしてくるぜ。何言ってんだよ、オナキンだろ、やっぱり。新しいアカウントね、オナキン動画、またオナキンをみんなに伝えていくんだよ。そうだよ。そう言って言ってたからな。そのままでマリアさん、その通りですよ。僕とキノビオの意見がね、久しぶりに一致したよ。お二人さん、まったく、騙されちゃいけませんよ。なんだよ、それ。どういうことだよ。もう嫌がらせやめろよ。奴 の場合、原点回帰というものがあります。原点回帰というのは、自分が最初にやっていたものをまたやりかえ繰り返すということ。これもね、わからないもんなんですよ。お前何が言いたいの？来年奴のアカウントに入ってみてください。名前が多少変わってるかもしれませんが。多少？だって、バックしたいのじゃねえのかよ。はっきり言いますけどね、バックしたいのじゃありませんよ。奴の来年のアカウントは。てか、来年じゃねえな。どういうことだよ。どこ行ったんだ、あいつは。おい！どこ行きやがったんだ、あいつ。なんか、あれだな。やけに胸騒ぎがする。なんか胸くそ悪いな。なんなんだよ。俺ちょっと風邪痛めて今日。ちょっと寝るわ、早く。ちょっと待てよ。話しようぜ。なあ、どういうことだ？まさか、携帯を変えるんじゃないのか。そんなことねえだろ。奴の期間は11月1日からだぞ。それ大晦日までがねえ、更新期限だよな。ああ。奴 au だからな。さっきの言ってたことって来年じゃないのかもしれない、もしかしたら。どういうことだよ。マリオさんまで。いや、なんかね、変な胸騒ぎがする。いや、待てよ。オナキンって、ちょっと待てよ。オナキンってもしかしてこれ、奴はみんなを試したんじゃないのか？どういうことだよ。説明しろよ、マリオさん。いやいや、そんな言わない、怒るなよ。いや、怒るだろ、お前。怒んなよ。大きい声出すなよ。近所に迷惑だろ。だからよ、どういうことなんだよ。早く説明しろよ。いや、待ってるよ、ちょっと。よく考えるな。このオナキン動画をやってたのってもしかして。どういうことだよ。まさかな、そんなことはないだろ。フェイクだったりしてな。まさか。本来はオナキン動画なんかやる予定じゃなかった。何？本来は。いや、まあいいや。ちょっと、今日は寝よう。おい、どういうことだよ、説明しろよ、おい。おい、おい。